現存している442系のうち1機、2006年、アスマラの機関庫に留置される442.56号機と442.59号機、2011年、R442 系の従連で勾配を上る、撮影用貨物列車、2011年にエリトリア鉄道、R442 系蒸気機,機関車は、エリトリアの通称エリトリア鉄道で使用されている、 マレー式蒸気機関車である。アフリカ大陸東部の航海に面する、現在エリトリアとなっている地域は1930年代にはイタリア王国の植民地であり、エリトリアもしくはイタリア領東アフリカとなっていた。エリトリアでは航海沿岸の港湾都市であるマッサワから建設が始まり、現在では首都となっているアスマラを経由して、 内陸のスーダン国境方面のビシアまでの鉄道が1887年から1932年にかけて付設されていた。期間はマッサー近隣のみの路線であった当時は7 5 0ト、mm、ルであったが、後にイタリアの狂気鉄道標準の9 5 0ト、mm、ルとなっており、全長3 5 1トル標高2から2 3 9 4ルの 山岳路線であった。この路線では、開業以降イタリア製の蒸気機関車を主な機材として運行がされており、イタリア国鉄のものと同型で、その後イタリア国鉄からの機体も編入された R440 型や、その増備型の R441 型などのマレー式蒸気機関車が主力となっており、これらの機体が貨車もしくは客車を牽引していた。 これらのマレー式機関車は1907年に導入されたバイエルン王国のマッファイ製の8の15機をベースとし、これをイタリア国内で量産して1912から16年、36年に計23機が導入された機体がある440系、若干の拡大と短式マレー化をして1933から36年に、 K16 機が導入された機体がある441系であった。さらに、1935から37年に、イタリアのフィアットで製造された、狂気、勾配線区用2機関搭載型、リットリナの A65 機から A75 機まで、K11 機を導入して、旅客列車の高速化を図っていた。しかしながら、同鉄道では、さらなる輸送力の増強を図ることとなり、 1938年に R442.53 号機から R442.60 号機までの発機を導入した機体が本校で述べる R442 系であり、翌1939年には、昇号改正により、イタリア国鉄で狂気用を表す R を省略して442型となり、その後1963年には441.110号機を、 予備部品を使用して複式マレー式としたもしくは R440 型と R442 系の廃車体と予備部品を使用したとされる442.61号機が編入されている R442 型は R441 型をさらに拡大したものであるが単式マレーであった R441 型は 高出力であったもののボイラー容量が不足していたため R442 型では欧州では標準的であった複式マレーに戻されまた R441 系の一部機体で採用されていたポペットバルブ仕様のカプロッティ式弁装置も本形式では採用されずワルシャート式弁装置となっているなど一般的な構成の機体となっているが R441 型では一部のみ 加熱式であったものが R442 型では前期が加熱式となっている。また製造メーカーについても R441 系のサオミから R440 型と同じアンサルドに戻っている。各機体の製造時の形式基板、製造所、アンサルド製版製造年、1939年昭和改正後の形式基板は以下の通り、 エリトリア鉄道の路線図、最も路線が長かった時期のもの、ありがとうございます。